OFC ネーションズカップ2012は2012年6月1日から6月10日にかけてソロモン諸島で開催された第9回目の OFC ネーションズカップである。タヒチが初優勝し FIFA コンフェデレーションズカップ2013への出場権を得た。この大会は FIFA ワールドカップブラジル大会のオセアニア予選の一部を兼ねており本大会の上位4チームが ワールドカップ最終予選に進出する。またこのため、組み合わせ抽選も、FIFA ワールドカップの予選における組み合わせ抽選会で行われた。当初は、前回大会と同様、本大会を4チームによる総当たり戦で実施することが予定されていたものの、その後2011年パシフィックゲームズにおけるサッカー競技を予選として利用しないこととしたため、 今大会は本大会を8チームによる集中開催方式で実施することとなった。もともと本大会は2012年6月3日から12日までフィジーで行われる予定であったが2012年3月に OFC 事務局長のタイニコラスとフィジー当局との法的論争の結果開催権を剥奪されソロモン諸島に開催権が移った。全試合。 ホニアラのローソンタマスタジアムで実施された。一時予選の勝者は、シード順が決められた時は未定であった。2011年7月現在の FIFA フフランキング上位7チームは予選免除。残る4チームで一順の総当たり戦を行い、1位のチームが本大会に出場する。予選大会は2011年11月22日から26日にサモアで実施された。 アメリカ領サモアブイトンガクック諸島。ブイサモアアメリカ領サモアブイクック諸島。サモアブイトンガトンガブイクック諸島。サモアブイアメリカ領。サモアグループ A サモアブイタ七バヌアツ V ニューカレドニア。バヌアツ V サモアタ七 V ニューカレドニアニューカレドニア V。サモアタ七 V バヌアツグループ B フィジー V ニュージーランド。ソロモン諸島。ブイパプアニューギニアパプアニューギニア V ニュージーランドフィジー。ブイソロモン諸島。 パプアニューギニア V フィジーニュージーランド V ソロモン諸島、グループリーグの各組1位と2位のチームが、決勝トーナメントに進出する。また同時に、これらの4チームに 2014FIFA ワールドカップ、オセアニア3次予選への出場権が与えられる。準決勝タヒチ V ソロモン諸島、ニュージーランド V ニューカレドニア3位決定戦、ソロモン諸島、V ニュージーランド決勝タヒチ V ニューカレドニア以下の、 ものが受賞した。ありがとうございます。